フォンデア・プフォルテン・ルートヴィヒカール・ハインリヒ・フォンデア・プフォルテン男爵は、バイエルン王国及び、ザクセン王国の政治家、法学者。クリミア戦争と、広島戦争の時期、二度にわたり、バイエルン王国首相を務めた。フォンデア・プフォルテンは、リート・イム・イン・クライス軍に生まれ、ハイデルベルク大学、イエーナ大学で法学を学んだ。1833年に教授資格を取得し、 ビュルツブルグ大学で1834年にローマ法の准教授、1836年に聖教授となった。1843年にライプツヒ大学教授に転じ、1845年に学長となり、ザクセンの自由主義運動を指導した。このため1848年にザクセン王国のカール・ブラウン内閣で内省兼文化省に任命された。 1849年2月に内閣が退陣した後、1849年4月にバイエルン王国外相に任命され、同年12月には首相となった。オーストリア帝国、プロイセン王国に対抗し得る第三極をドイツ連邦内に形成しようと図ったものの、それが実現不可能であることが明らかになったクリミア戦争後の1859年に辞任した。 以後は、フランクフルトアムマインのドイツ連邦会議で、バイエルン代表を務める。1864年に即位した、ルートビヒ2世は、フォンデアプフォルテンを、改めて首相に任命した。1866年の広オ戦争に際しては、プロイセンとオーストリアの中介役を務めようとしたが、結局戦争に巻き込まれて、オーストリアに組みしたバイエルンは敗北、同年12月に辞任した。 ミュンヘンで死去した。ありがとうございます。